中学校の剣道部顧問です。コロナ禍で部活動が9月12日までできません。多分ね、延長するだろうから、もうちょっとできないかもね。部員は1年生の初心者が中心です。自分の指導不足でまだ知識や体の使い方も十分できてません。今自分ができることとしてリモートミーティングで目標の確認や今自分たちに足りないところを考え、家でできる練習について話しています。また毎日剣道の動画を見るよう伝えています。武井さんなら生徒と会えない中、顧問としてできることは何だと思いますか？もう俺だったら、まあ、剣道できないんだったら、剣道できない分、世の中に役立つ知識を、伝えてあげたいなと思います。はい。教えられる、先生が教えられるのは剣道だけじゃないんじゃないかなと俺は思うので、剣道できるときに剣道をしっかり教えてあげればいいと思いますし、剣道できない間は、ね、当然リモートでその剣道をやっとけっていうのもいいと思いますし、だけど、剣道できない間、1日1時間でいいから部活の代わりに、リモートで俺と一緒に勉強しようっつって、うん、世の中将来これを覚えておくと絶対いいぞっていうことを毎日1時間部活の部員たちに教えてあげたいなと思います。